ございます、まあ、おはようございますっていう時間でもないですけど、12月10日水曜日かな。で、今は今日は午後ですね。まあ朝一学校で育ったんでちょっとゆっくりして午後やろうかなって感じで、まあ、波はまあ腰腹ぐらいなのかな。そこはちっちゃそうで、でもまあ風がないんでできるかなと思って窓の方向かってます。そうっす。それでなんか少し聞いた話なんですけど、千葉南房総市の方がなんか雨が少なくて、ちょっと12月下旬もしかしたら断水しちゃうかもしれないっていう情報なんで、もし南房総の方にサーフィン来る方はなるべく、まあ、1ラウンドだけでもポリタン持ってきてもらって、それで被ってもらうと、まあ少し節水してもらうと嬉しいかなって感じで、まあ、そんな情報が出たんで、まあ、僕の方からもちょっと言っとこうかなって感じでお願いします。まあそうですね、まあなんでとりあえず向かってチェックしていくと思います。なかなか良さそうですね。思ったよりサイズありますね。胸ぐらいあんのかな。人もまあちょっといるけど少ないし、できそうです。でまあ最近大原ばっかなんで、まあちょっと思考変えてじゃないけど、まあ、なんか僕がちょっといつも気をつけてること、気にしてサービスしてること、まあ今日はちょっと早めなんでね、早くてなんかなくなっちゃう感じだから、やっぱそういう時はまあどんな時もそうですけど、テイクオフの位置が、まあ、僕すごい気にしてて、ちょっと奥というか一個ピーク奥から行って、一回そのピークでスピードつけてから抜けていく。で抜けた後にしっかり際でターンする。まあ、それができるとやっぱ一発が速くなるし、スピードもつくんで技も決まりやすいから。本当キワキワの肩から行っちゃうと結局こうフェイスがなくて何もできなかったですよ。なるべく奥から行って。でスピードつけてって感じですね。まあでなるべくそれでもそのスピードつけるターンの数というかは少なく、一発でこうグンと出るようにしっかり重心下げて力入れていく感じで、まあ、いつも意識してるんですけど、まあそのパンプの数がやっぱ少なければ少ないほど綺麗に見えると思うんで、まあ僕は結構そこをやっぱ少なくするし意識してやってるんで、まあ、その辺の今日も意識してちょっとやろうかなと思います。お疲れ様です。意外とできました。最初ちょっとね良くないかなと思ったんだけど、夕方になってきたら、まあ、ちょっと掘れててで形がいいのが来たんで良かったですね。
まあなんか早いっていう感じじゃなかったけど、まあでも三角っぽいからその奥から行ってスピードつけた方が当てやすかったな今日。ああそんな感じで今日めっちゃ日が綺麗でしたね。超綺麗。水もね全然あったかいですね。ジャーフルでまだ余裕ですね。まあ明日ちょっと風が吹きそうですけど、まあできたらなと思います。お疲れ様です。